の得意なところなんで、はい、インドから右、左ハイ、右ハイ、ボールだ、序盤からいきます、左ないかもしれません、まあ、組み合わせを変えてもいいかなと思ってて、まあ、僕としても視聴者さんとしても一番熱くなれるのかなと思ってるんで、おはようございます。トーナメントの順番通りだったら井原くんだと思うんで、井原くんの対策の練習をしっかりして当日迎えたいなっていう感じです。入れ替わりあっても、まあどちらにしろベルトを取ったりしたら全員とやらないとあらこだ言われると思うんで、許しないですかね。おはようございます。僕が優勝してる夢しか見ないんで、毎日もう完全に優勝っすね。翔猿って早くやらせてほしいっすね。毎日もう疲れるっす、あの夢見に、あの倒してる夢毎日倒してるんで。あ、こっちです、ありがとうございます。よいしょ。ちょっと控え室井原君と一緒なのなんかあれなんですけど、喋んないですけどでも戦ってみたいですけどね、うん、すごい気になるし。え、もう一言も一言も喋ってないですね。メモは押してないですボリボリお菓子、なんかアポロチョコレートかなんかボリボリ食ってたんで、なんか食ってんなと思いながら、まあ別に挨拶もしなくていいやと思ってまあここ座って、まあ、いたんですけど、これがバンタムトーナメントじゃなかったら、もしかしたらお話しさせてもらうこともあるかもしれないですけど、やっぱ今はトーナメントなんで全員が敵なんで、はい、まあ、そこはそういうわけにいかないです。本当何も聞かされてなくて、トーナメントがどうなるのかとかも、まあ、全然わかんない状態なんですけど、正直練習とかも富澤さんめちゃくちゃ意識してますし、そういう意味でも2月までまだちょっと時間あるんですけど、それまでしっかりもっと仕上げれるなっていう感じなんで、僕もすごい楽しみです。あつき君と決勝でやりたいっていうのがありますね。やっぱりあつき君と僕の試合はすごい盛り上がったし、あつき君も俺にリベンジしたいってずっと言ってるから、まあ、それをこのベルトをかけた戦いっていうところで、また俺が完膚なきまでに敦樹君をぶっ倒すっていうのを、まあ今回のメインで見せられたら一番いいんですけど、まあ、あとはあの井原ってクソガキはマジでちょっと分からせないといけないんで、次の対戦相手どうなるか分かんないけど、つまんねえ試合してんじゃねえ。富澤誰がつまんねえ試合だよ。俺の方が面白い試合してんだろ、普通に考えて。次お前、あ、誰でもいい、てめえやってやるよ。お前誰がお前もつまんねえ試合だよ。てめえのがつまんねえだろ。ああ、お前のが倒しきって、お前すぐ倒せよ。お前やすんだよ。お前なあ、お前おめえでやってやっからよ。で、まあなんかあいつが結構僕に勝てるんじゃないかみたいな言われてるのも結構腹立たしくて、勝てるわけねえだろっていう
相手になるわけねえだろっていうのがやっぱそもそもあるんで、もう井原君はだってここじゃないともう俺とやれることはないでしょっていう、もう俺とやれるような立場じゃないから、こういうタイミングじゃないと俺とできないから、だから今残ってるのが山川君と敦樹君と井原君なわけじゃないですか。だったらその2人ですよね、敦樹君と井原君、まあ、山川君がもしその2人のどっちかを倒すようであれば山川君も俺とやりたいって言ってたから、別にそれはチャンスをつかんだってことなんでやるけど、誰が来ても相手じゃないですよ。バンタムでやっぱ一番強いって言われてるんで、それはもう背中を追っかけるしかないですよねっていう感じです全員誰とやってもやっぱ面白いですよね、うん、3人とも僕よりも実力的には上だと思うので、そこに挑戦できるっていうのは僕はすごい楽しみです、はい、前回相手の秋元さんも自分より上と思ってました、はい、そうですね、まあぶっちゃけ思ってましたし、うん、オッズ的にも3倍ぐらいだったんで僕、うん、どんな試合どんな相手でも大体自分より強いと思って試合当日までは挑みますね、まあ、当日は僕の方が強いと思って試合するんですけど、もちろんメンタル的にそういう風に思って練習してるってのはあるんですけど、まあでも普通に客観的に見ても、まあ、パンチのスピード、体の動かし方、重心の置き方とか総合的に見てもあの3人はやっぱ格別だなと思うんで、そこにこうどう対応していくか、自分自身がどの部分で上回っていくかってのが、まあ、今回の勝負の鍵になるかなと思ってるんで、そこを試合当日までに突き詰めていかないといけないなって感じですね。理想は富澤さん、ダンチメンさんを倒して取るのが、まあ文句は言われないですよね、うん、本当に勝ち取ったねって言われるようなベルト、価値のあるベルトになると思ってます。食ってやろうという気持ちがないとやっぱりベルト負けないと思うんで、来る相手を叩き潰すだけなんで、全員 KO して終わらせるだけなんで、最強の座は一つ、拳で証明しろ。天国面白いので、最強の拳、荒谷剣。ブレイキングダウンの選手とかも出てたり、チームでも私たちから出ると思うね。トリックスター、薄井拓也。5000万ですか。それはやりますね。5000万、5000万でかいっすね。お年玉キャンペーン実施中、天国で検索。みんなもご一緒に天国でプレイしましょう。ぜひ皆さんダウンロードしてみてください。ダンチメン何か言ってたっすか。ダンチメンさん、あの三原さんと回数が一緒で、はいはい、嫌だって言ってました。俺も嫌だっすよ。仲間別に話すわけでもないし、なんか後ろになんかダンチメンいるなっていう、あのこのテレビのモニターの反射で見てます。あいついいんだよと思って、別に喧嘩にもなんないし、あいつとだったら。そんなんでですか。多分ビビってるっす向こうが、はい、あの肌感で分かるっす、人間の体感っす、自分の。勝てない人には別に勝てないって言うんで、ミクルさんに勝てんのかって言われたら勝てないっていう、別に本当に自分で思ってることはちゃんと言うんで、本当に勝てると思ってるだけなんで、別に僕がふっかけてるやつって舐めすぎっすよ、逆に僕のこと。みんなだから今まだ1試合か2試合しかやってないんで、こいつまだそんな大したことはしてないよねみたいに思ってるだけで、多分びっくりするっすよ、ひっくり返ると思うんです会場みんな。楽しみっす、ひっくり返すの。長いことこの二人でこう待ってなきゃいけないっていう、最悪っすよ。どうですか調子。めちゃくちゃいいっすよ。本当っすか、勝てます。あの、富澤、もちろんもちろん、その通りでやってほしい。じゃあ決勝俺とっすね。まあ、山川君も強いと思います。いい、大丈夫です。もう山川君は正直僕、あの、入れてないんで、そのメンツの中に、はい、食われちゃうんですよ。大丈夫っすね、絶対。食われても本気で言ってます。本気で言ってます。いやじゃあ多分見る目ないっすわ。ブレイキングダウンのその因縁っていうものがもう作りづらいというか、僕は2年やってますからね、このね時代の流れが激しい
現代で気になるっす。長いことやってる方だと思うんで。第2の朝倉未来を見つけたいっておっしゃってたので、ここで自分自身がその第2の朝倉未来になれるようにこの場に来ました。この辺りがジアウトサイダーの意地、プライドをかけるディレーター。さあ、バントム9番マッチ、いやもうほとんど記憶はないかもしれません。止めたー、ブレイキングダウン、ソーキポットでには捉えたくないですね。はい、プライドですよね、ほんと曲がりなりにもこう2年近くやってきて、大学出てから格闘技の世界に入って、やっぱりやってきたことだったんで、その試合に向けて自分を作っていくことの大変さは分かってるつもりなんで、みんなやっぱすごいなって思うし、だからこそ僕も本気でやってるし、だから全員ベルトを巻く価値はあると思うし、けどその思いは僕が強いと思ってます。一番強いと思ってます。ありとあらゆる種族、能力の頂点を極めた最強たちによる新たな戦いが今幕を開ける。イシュラ放送開始。家を建てるならオリマルホーム、家を買うならオリマルホーム、家のことならオリマルホーム、オリマルホームに相談しよう。高立地多数ございます。言葉でその家するのがも得意じゃないから試合させてもらった方が早いんですけどね。1回戦で、1回戦で軽く上がってくればできるっすだから。俺と軽く1回戦でもちろんいいし、上がってくればできるよ。上がってこなきゃできないだけだから、上がってくればできる、試合させてもらえば分かるっていうか、上がってくればできるから、で頑張って、待ってるよ。じゃあ富田さん倒していくからさ、待っててよ。それだったら俺でできるから楽しみにしとくよ。まあ口が達者なんで、ハイキックで伸ばすしかないんだろうなと思うんですけど、まあ、俺がそもそも今の立場でブレイキングダウン出てるっていうこともいろんな意見があって当然だと思うんだけど、でも俺はなんか外から意見を言うのはめちゃめちゃ簡単だから、だったら中に入って変えてけよって思っちゃうタイプだから、だからここに来て、まあ、そういうことをしなくても目立てるよっていう、試合で見せればいいじゃんっていう、そういうのやっぱ口じゃなくて行動で示していきたいなと思ってるから、なんだかんだ言っても俺は乱闘とかしないけど、でも試合は一番見てもらえてるわけじゃないですか。それが答えだと思ってて、喧嘩よりも格闘技の方が面白いからっていう、だから外から意見を言うんじゃなくて中から俺がそれを見せていきたいと思ってるから。俺がだって例えばここでトーナメント変わって山川君とやって決勝上がってもなんかちょっと楽してるみたいじゃないですか。だったら井原やって敦貴君やった方が文句ないでしょっていうのは思いますよね。盛り上がりにしても、井原が決勝来ても盛り上がんねんだよな、俺的に全然面白くないから、別にあいつが来てもだったらもう次で井原ぶっ潰して決勝で敦貴君とすっげえバチバチの戦いができたらいいなっていう感じですね。敦貴君とってやつですよね。はい、バカだよね、バカバカ、本当にお前普通に終わってからのね、視聴率じゃないけどその再生数取ってるのどれって考えてもらって、俺とお前だよって。ブレイキングダウンの一番面白い試合をできるのって言ったら、まあ富澤さんと俺だろうっていう、そこの倒し合いが一番面白いんじゃないかな。視聴者が求めてるのが俺と富澤の試合なんだよ。視聴者さんが求めてるのってだから湧いてんのよ、わかる？湧いてっか、湧いてるよ。どこがでもだって視聴率見たらわかるじゃん、視聴率っていうかその再生数みたいなの分かるじゃん。俺と富澤がやるのがこうやってんのが湧いてるんだから、その試合が一番見たいのだから、それを決勝に持ってきた方が盛り上がるの。伊原君と富澤君が湧いてんのってこっちじゃなくて、いやだからそっちでもいいんだよ、それ何でもいいんだよ、何でもいいけど、それ盛り上げてんの、盛り上がってて、それ視聴率取って面白いって思われてんのはその試合だから、俺は決勝で俺と富澤がやる方が面白いっつってんの、うん、1回戦でいいんじゃないの、準決勝でいいんじゃないの、
誰と富澤と、まあ、俺と、いや別にいいよ、俺はでも正直言い訳させたくないから、ランチメントやって怪我したとか言われて言い訳した、言い訳するような人じゃないんじゃない客が、そのあれはランチメントちょっとあんだけやりやったから怪我したとかいうふうな言われたくないから、俺は最初にやらせろっていうのを公言しただけで、今は盛り上がってるから、俺は決勝で俺と富澤がやった方が絶対おもろいのよ、それ 100% なの。で、ランチュエンは逆に俺から言わせれば、うん、もう富澤のことをリスペクトしてるのかなんだか分かんないけど、もう花からさ、うん、自分でも思ってるでしょ、富澤の 階級だって、バンタムが。だからそれだから負けんだよ。俺もともとフェザーだから、バンタムにあの人がいるからバンタムのトーナメント出て、うん、フェザーのトーナメント意味がないんだよ、わかるかな。フェザー、富澤選手がいないフェザー級のベルトを俺が前立ってて、うん、何も嬉しくないんだよ。バンタム級に下がってきた理由はそこなの。富澤大地がいるバンタム級のベルトで俺が優勝するから一番価値があるわけで、うん、だろ。だから富澤選手が そうやって思ってるね。だから俺はそういうふうに思えない。ダンチメンが富澤がいる富澤の階級で、なんか普通に裏側も見たけど、いや今のままじゃ勝てないよとか富澤に言われて、なんかうんうんうんみたいなうなずき入れてたけど、うん、あれも意味が分かんない。それ勝てないと思ってるんでしょ、だから。だから面白くないよって言ってんの俺は。勝てねえと思って試合でもやついねえだろ。いやだからそういう風に見えた俺は。俺が富澤大地を意識するのは当たり前の話。5戦やって唯一負けたのは富澤大地選手なの、うん、そこを意識するのは当たり前の話。じゃ意識じゃなくて、それ自分の気持ちの問題。そこから負けてるような気がしたから、俺はあのここの決勝は面白くないよねって言ってるだけ。じゃあもう決勝絶対上がってる。こっちのセーリングだよ。舐めてるね、あいつ。僕交換しよっか。リングで生きがれねえようにしてるって。ちょっとカリカリしすぎなんですよ、あいつ。なんか多分糖分足りてないっぽいんで、これね、これあげますんで、あいつには。この2人から誘われて断るバカいないでしょって感じですけど。夜明けフィルム第1作オーディション応募開始。応募期間は1月11日。詳細は概要欄リンクから。ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブでは、オーディションでの裏側、アプリでしか見られないコンテンツを配信。ブレイキングダウン11を一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意してますので、まずは資料からでもご気軽に概要欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン11本戦は2月18日東京ドームシティ内プリズムホールにて開催。ペーパービュー会場チケット販売情報は近日発表。ブレイキングダウン11は剣国のほか、メテオ、オニマルホーム、イシュラ、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。